水上船山神社ですね。こちらですね、諏訪大社より武南方の命をということなので、本来は諏訪神社になると思うんですけど、そうですね、本来諏訪社と呼ばれてたんですね。で、現在の社名を1835年に名乗って御柱祭りもするんですね。それからこちら諏訪の大隅流大工の棟梁芝宮長左衛門のりしげさんが再建されていると。で、裏手が小学校です。裏手小学校です。なんかで隣はね、老人センターとかって書いてあったんで、そちらに止めれば裏の小学校の駐車場に止めても大丈夫だと思うんですけど、ご飯で見れるのかな。なんか見れるのかどうなのか心配な状態ですけど、これが飯盛り女の剣灯籠というのがあって、旅籠屋の働く女性の前の灯籠です。これですよ。だそうです。名前が刻んであるんですよ。稲荷神社で、裏はね、お寺なんで、多分神仏混合の解消の関係で敷地をパサリと言ってると思うんですけど、ちょっと拙者を紹介してなんて借りるのかどうなのかわかんないですけど、一応中の方には行けそうな感じするんですけどね。こちらが天神社、あ、参拝殿までは行けるんですね。天神社があります。天神社か。